倉本先生はその今の人たちのその絆だったりとか人との付き合い方ってどうあるべきだと思いますか？あんまり変わらないと思うんですよ、元は。例えばね、あの水が一番大事でしょ。でうちの水がね、あの近所の6キロ四方ぐらいの水が全部枯れちゃったことがあるんですよ。湧水で湧き水で暮らしてたんだけど、それで僕ら6キロ先のあの別の部落からポリタンクで水をどんどん運んで、それで使ってたんですね。するとね、若い連中が一日泥だらけになって働いて帰ってきて、その飲料水にと思って運んできた水で体が拭いちゃうんですよ。シャワーにしちゃうんですよ。で怒鳴ったですよ。だって沢が流れてるの、そこ。体を拭くのは沢の水で自分じゃない。そういうことがね、浄水と下水っていうものが水にはあるんだってことを言うと、キョトーンとしちゃってる。まあ、それはもう一度単純に分かってないってことなんですね。単純に分かってない。だから人間として変わってるとかそういうことじゃなくて、多分単純に違うあれなんでしょうね。そういうところを教えてやれば、そうですよね。ああそうかっていう話になるんだけど、ただああそうかってなんか本質のところで掴むやつと、へえってそういうもんなのっていう掴み方しかしないやつとね。なるほど。僕もあの結構あのこう人と人の絆って今の若い人も求めてると思うんですね。逆にその今まあもうスマホばかりでですね、こうネットの世界で生きてるって言われますけど、で多分人間関係ってやはり昔に比べて希薄になってると思うんです。まあだからこそこの実面でのですね、人と人との付き合いっていうのを結構求める人が逆に出てきてるじゃないかなって、なんとなく僕社内ではそんなふうに感じてます。そういうものを欲してる人間がね、そう思います。だ僕ね、あの作る創作っていう字があるでしょ、はい、で創作って創も作も両方作るっていう意味だよね、でも違うと思うの。作っていうのはね、あの金と知識を使って前例に基づいて前例に倣って作ったものを作っていうに言う、そうっていうのは金も知識もなくていいから、ただ知恵であの前例にないものを生み出すことを僕はそうというという、そういう定義を持ってるんですけどね。だからうちの塾生にはその策をやるなと、層をやれと、いうことを年中言ってるんですけどね、あのこうビジネスやってくれでも策だけじゃダメなんですよね、これ策だけの、まあ、要するに核の積み重ねでやるところっていうのは結局みんなできちゃうんで、競争相手もやるんで結局強みにならないですよね、なかなか。やっぱその層の方ですよね、新しいものをどう作っていくかっていうことが大事だと思います、まあ、今私もあの従業員にはですね、新しいことにチャレンジしようよと、私はあの突き抜けようってみんなに言ってるんですけどね、突き抜けたことをやってくださいと、っていうことを随分言うようにしてます、最近のその若い社員ってどうですか？すぐ辞めちゃうとかね。はい、あの辞める人はすごく増えてます、はい、あのまあ、銀行、特に銀行ですと昔は本当辞めないあの業種だったんですね、この大卒で入って、まあ、みんなも50代半ばまではずっといるっていうのが当たり前で、まあ、本当にこの家庭の事情とかですね、体壊したっていう人だけが辞める。我々の世代なんかはそうでしたけど、もう今は入って3年ぐらいの間にちょっと詳しい数字は持ってませんけど、多分1割以上はもう辞めてます。あのうちなんかでもそうですよ、はい、あの自然塾なんて、
もう何人変わったか、はい、やっぱり最初はなんか自然の中で森を再生するなんていうの、はい、かっこいいななんて思って入ってくるんだけど、はいはい、実際に土の上で這いつくばると、はい、もう1年ぐらいで辞めちゃいますね、会社は好きなんですけど辞めますっていう人が多いんです今。ですからその嫌で辞めるんじゃないんですよね、うん、嫌で辞めるわけじゃないんですけど、もっと他に自分はできることがあるんじゃないかとか、やっぱり入ってみたらいい会社だけどちょっと自分が思ってたような仕事のやり方と違うよねとかですね、まあ、そういうことなので、必ずしも嫌で辞める人が増えてるって感じはあまりないんですね、それは僕健全なことじゃないかなと。昔はこの入っちゃうとなんか合わないなと思っても辞めれなくて、こうずっと結局残る人が多かったですよね、まあ、そうするとどうしても組織の中で、まあ、愚痴を言ったり不満分子になったりっていうことが多かったんですけど、まあ、それに比べますと、まあ、自分がこの会社合わないとか、あるいは他のことをどうしてもやりたくなったからこう辞めるっていうのは、これ全然僕はおかしいことじゃないと思ってます、はい、まあ、そういう時代に、まあ、今このデジタル社会で次の世代の人たちを育成するときにどういうことが大切になってくると思いますか？僕の場合で言うと、富良野塾っていう26年間続いたんですよ。どん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 こう、なんだろう、若者が続かなくなるっていうか、自分の理想というものと現実との狭間のでかさに気がつくんでしょうね。でもその今だから、10年前だからって意欲はね、意欲とかその望んでくるその望み方っていうのはそんなに変わってないんだけど、ただ持たないんだね。社会っていうものの目標っていうのが、みんな定まらないうちに就職しちまうんじゃないかっていう気はちょっとありますね。宇賀さんみたいにそのアナウンサーにもともとなりたいっていう人はいいんだけど、まあ、それはそういう傾向はありますよね。やっぱり人の絆って僕大事だと思うんですね。で今この結構リモートワークとかも進んできて、はい、この顔とかを合わせずに仕事がですね進んじゃうみたいなことも結構多いんですけど、うん、やっぱりこう人と人との関係っていうのはやっぱ顔を付け合わせてですね、話をする、まあ、あるいは難しい仕事に一緒に取り組んで頑張ってそれをまあ成し遂げる、まあ、時には失敗して残念だねっていうお互いにね慰め合うとか、やっぱそういうことの人の絆がやっぱ全ての前提じゃないかと思っておりますので、従業員の人にはお互い助け合うようなねカルチャーをというふうに言っておりますし、まあ、私自身もできるだけこの若い人含めてですね会うチャンスがあれば会うようにしてます。あとですねよくこう部長支店長方にまあ、会議でお願いするのは、この若い人に仕事を任せてくださいっていう話をよくします。やっぱり任せてやらせないといつまでたっても成長しないんで、これは上司って結構それって怖いんですよね。まあ自分がやったら実はもうすぐできちゃうっていうようなものをあえて若い人にお前これやってみろって言うとかえって大変だったりするんですよ実は。ただそれやらないと若い人育たないんで、もう皆さんお願いですから思い切って若い人信頼して仕事任せてくださいってことはいつもお願いしてますですね、うんうん。